2000年10月、エルンスとネーズベスヌイは、ソ連生まれのユダヤ人彫刻家。ソビエト芸術界に批判的であったため、スイスに亡命した。1976年からは、ニューヨークで活動した。祖父は商人、父は、白軍兵士の家系に生まれる。第二次世界大戦中の17歳の時に赤軍に参加。ネーズベスヌイは、前線に向かう途中で、 自分の彼女を強姦した、赤軍兵士を殺害した罪で、銃殺刑を宣告された。2ヶ月間銃殺を待ち、その後懲罰大隊への配属に変えられた。終戦直前に戦闘で瀕死の重傷を負い、母親の元に死亡宣告が届いたほどであったが、なんとか戦争を生き延びることに成功する。戦後の1947年に、リーガの芸術アカデミーに入学する。その後、 モスクワのスリコフ美術学院、続いて、モスクワ大学に学ぶ。ネーズベスヌイの彫刻は、多くが人体をモデルとし、力強さを表すことを得意とした。ブロンズを素材とすることを好んだが、ソ連国内の物質事情など、資材の制約もあり、コンクリートを材料とした作品を多く生み出した。1955年、モスクワ芸術連盟彫刻部門のメンバーになる。 1962年、マネージ広場での展覧会で、その作風を、フルシチョフ第一初期にこっぴどく罵られる。その結果、ネーズベスヌイはその後しばらく不遇な時代を送ることになるが、1971年に、フルシチョフが亡くなると、フルシチョフの息子、セルゲイ・フルシチョフは、ノボデビチ修道院のフルシチョフの墓に建てる記念碑の製作を、ネーズベスヌイに依頼する。 失脚して不遇の晩年を送ったフルシチョフとフルシチョフが罵倒した彫刻家の組み合わせは当局から政治的動機を勘ぐられ記念碑の制作には様々な障害が生じて頓挫した。最終的にフルシチョフ未亡人が古水ン首相に電話で直訴して政府の許可を得たことで混流が認められた。しかしこの時ネイズベースヌイはソ連芸術界での立場を 決定的に悪くしており、記念碑が建てられた後の1976年にスイスに亡命した。その後、アメリカに移り住み、ニューヨークを中心に世界中で活動してきた。1996年6月12日には、ロシアのマガダン州、マガダンに強制収容所で亡くなった人たちを悼む、慰霊碑、悲しみのマスクを公開し、これは高さが15メートル。 容積が56立方メートルの巨大な彫刻である。現在のロシア政府とは2000年にプーチン大統領から直接表彰を受けるなど良好な関係を維持した。ありがとうございます。